彼女との出会いは入学式。あの時は確か怒られていたっけ。結局話ができたのは2年後だったけど、初めて話しかけられた時はびっくりしたよ。寝癖まで可愛く見えて。私知ってるよ、照れちゃうとすぐ耳が赤くなるの。ずっと見てたから。初めてのことだらけでドキドキして。僕は今青春してる。春、入学式。あかり、何組だった？1組。あ、一緒だ、よかった。入学式に遅刻ってどういうことだ？すみません。お前らがだらしないと俺が怒られるんだよ。ったく。はい。まあいい、早く自分の席に着け。はい。持田、さっき怒られてただの、すっげえ目立ってたぜ。入学式から遅刻って相当な勇者だよね、持田。って、春樹も優も夏樹もなんで先行っちゃったんだよ。何度も電話しただろ。でも持田が寝坊ってのは珍しいな。春休み中に見ようと思ってた DVD が溜まってて、一気に見てたらつい自業自得。さっき怒られてたのあの人だ。痛かったのか。仲良さそう。みんな同じ中学だったのかな。私も友達いっぱい欲しいな。でも自分から話しかけるのあんまり得意じゃないんだよね。あかり、何してるの？行くよ。ねえあかり、電車で前に座ってた男子覚えてる？ここに絆創膏貼ってた。同じ制服だったよね。そうそう、爆睡してた。しかもさ、関西弁で寝言言ってなかった？本当？何組だったのかな。どうしたの？別に。何？変なの。持田どうしたの？ああ、もしかして惚れちゃった感じ？違うって何って。よし、私に任せて。いいって。じゃあ次。何やってんだよ。すごいって。ねえねえ、あのアルバム聞いた？どうだった？あ、すっごく良かったよ。私はやっぱ3曲目が好きかな。へえ、私も迷ってたんだよね。買っちゃおうかな。あの人、入学式で怒られてた人だ。あれ、さっきの人、桜ヶ丘高校ってこの駅じゃないよね。席譲ってくれたのかな。ありがとうございます。いえ。ドア閉まります。はあ、優しい人なんだ。バレてた、恥ずかしい。3年生夏、あかりんに一目惚れしてからもう2年が経つ。夏希とあかりんは同じ美術部に所属する部活仲間から親友と呼べる仲にまでなった。でも僕はあかりんなんて心の中じゃ呼んでるけど、告白する勇気なんて持ち合わせているはずがない。話しかけることだって。あれ誰？あんな人いたっけ？ねえねえ、ちょっとかっこよくない？あれ、おはよう。あれって綾瀬？
れ、綾瀬くん髪切ったんだ。はっ、あー、あかり、髪切ったんだね。で、今何話してたの？早坂さんとですか？望月くんと一緒で髪を切ったんだねって。ん？綾瀬、雰囲気かなり変わったな。今まではメガネかけて女子みたいな髪型で、声だって夏希と話してる時ぐらいしか聞いたことな。だって面白かったんだもん。なんだよそれ。あ、そうか、綾瀬にも好きな人がいるんだ。変わったんじゃなくて自分から変わろうとしているんだ。僕も変われるのかな。あー、暑い。へえ、あかりは王子様タイプはダメな人？うん。え、何？あかりの好きなタイプ？聞きたいような聞きたくないような、でもやっぱり聞きたい。ってことはだよ、好きになった人がタイプってこと？そういうことになるのかな。好きになった人がタイプって一番攻略が難しいじゃないですか。せめてあかりんに好きな人がいなければいいなんて最低だよね。自分は告白する勇気すらないのに、一人前にショックを受けて勝手にやきもち焼いて。はあ、僕って情けないな。結局あかりんと話したのはあの一回だけ。夏希まだ来てないのか。借りてた辞書返そうと思ったんだけど。あ、あかりん。あ、おはよう。寝癖ついてるよ。はい。ここピョコンって跳ねてます。内緒。ずるい。何なんだあの可愛い生き物は。あかりんだよ、あかりん。あ、ユッキー行くぞ。あの一回の会話もユッキーを見て勇気をもらったからできたんだ。外見だけじゃなく内側から変わろうとしている彼を見て。ユッキーなんて勝手に呼んでるけど、本人に言ったら惹かれるかな。今度ゆっくり話してみたいな。あ、ラーメン誘ってみようかな。もちた、早く来いよ。今日こそユウを任してやろうぜ。うん。それはこっちのセリフだから、ハルキには一本もシュート決めさせねえよ。なっちゃん、あかりちゃん、次試合だよ。うん、今行くね。オッケー。次ミオチームと。うん、なっちゃん相手じゃ勝てる自信ないな。あかり、運動はあんまり得意じゃないみたいだけど、いつも一生懸命なんだよな。うん、眩しすぎるよ。あかりマジ天使。もう来た。おい、避けろよ。え、うわっ。 おい、大丈夫か。鼻血出てるぞ。ああ、これは保健室行きだな。ああ、好きな子に見とれてボール食らうとかダサすぎる。顔面ブロックぐらいで泣くなよ。泣いてないし。そうそう、ナイスプレーだったぜ。だから泣いてないって。ブーン。も
望月くんどうしたんだろう。あれちょっと楽しそうじゃない？ブーンってやつ。なっちゃんたら